21エモンは、藤子、F、藤尾による日本の少年 SF 漫画。1968年から1969年にかけて、週刊少年サンデーに連載され、その後、朝日小学生新聞での連載やアニメ化など、各種メディアに展開された。藤子、F、藤尾は、これまで日常の舞台に、お化けやスーパーマンなどの、 非日常が入り込むことで生まれるギャップの面白さを描いてきたが、一つその逆をやってみようと思い、この21絵門を描きました。つまり、未来という、非日常を舞台に、今に通じる日常を描くことで新たな、面白さが生まれると思ったからですと、本作のコンセプトを後日10回している。藤子、F、藤尾が珍しく、 楽しんで描いたと語る作品だったが、ギャグで人気を博した、当時の藤子作品とは異なり連載当時は評価は、かんばしくなく、本作連載中のアニメ化は実現しなかった。しかし後年になるに従って、次第に再評価されるようになり、1981年に映画化、さらに1991年に連載から22年もの、歳月を経て、テレビアニメ化された。 2010年、小学館発行の藤子 F、藤代大全集のラインナップとして、全2館で観光された。21世紀の地球は異性との交流が進み、国際連合ならぬ、政間連合にも加盟して、多くの惑星からの観光客が、ひっきりなしに訪れる、一大観光惑星となっていた。そんな中、東京シティに今日構えるホテル、つづれ屋は、 江戸幕府の成立と、ほぼ同時に旅館として開業して、以来、初代当主の一江門、二代目二江門、三代目三江門、と二十代、四百数十年にわたって細々と続く、老舗ホテルだが、利用客はさっぱりで隣接する豪華なホテルギャラクシーや、オリオンホテルなどに圧倒されて潰れる寸前であった。現当主の二十江門は、 看護庁の経営状態を立て直そうと必死になるが、その後取り息子21エモンは、ホテル経営に関心を持とうとせず、宇宙へと憧れパイロットになって、大宇宙を冒険したいという夢を持っていた。家業に専念してほしい父親に、嫉妬されて21エモンはしぶしぶ、ボーイとして働くが、コツコツとチップを貯め、いつかは自分のロケットを手に入れたいという夢があったため続ける。 つズれ屋に居候する宇宙生物モンガーやボーイとして働かされている芋、ホリロボットのゴンスケといった強烈な個性を持った家人たち、さらには宇宙からの風変わりな客が次々とホテルに押しかけて21エモンとつズれ屋は毎日のようにチ騒動に巻き込まれる。外見も風俗習慣も全く異なる宇宙人の宿泊客や進歩した 宇宙文明に触れて様変わりした地球文明の様子なども描かれる。基本的に、つづれ屋が舞台となるコメディーだが、連載中21エモンは3度宇宙への旅を結構しており、物語は宇宙を巡る冒険者へとシフトしたこともあった。なおアニメでは、テレビ版81年の劇場版とも宇宙への夢とつづれ屋発展の夢を両立させる形で終了している。 アニメでの舞台は2051年2071年、宇宙観光時代に突入したばかりの地球、地球宇宙標準語として、共駐語が使われ始める。しかし完全に普及しているわけではなく、東京シティ内でも日本語の文字、英字、共通語の文字が混在している。宇宙では共通語が主流だが、共通語が使われていない星も存在するため、万能ではない。 20世紀の自動車は減少し、代わりにエアカーが主流となる。現代における自動車とは異なり、小学生であるエモンでも、ボード型、スクーター型、軽乗用車型を運転可能。個人用のほか、公共用のバス型もある。鉄道は、ほとんどが廃止され、代わりにチューブトレインを開設している。東京シティから静岡シティまでは15分で移動することが可能である。 声の項は1981年アニメ映画版、テレビアニメ版の順。一人しか記載されていない場合は特記ない限り、テレビアニメ版のキャストとし、それ以外のものは別途記載する。1991年5月2日から1992年3月26日に、テレビ朝日系列で放送。全39話。原作発表から23年余り、映画、宇宙へいらっしゃい。 から10年を経てテレビアニメ化となった。キャラクターデザインや設定の一部が変更され、エピソードは原作及びモジャコから流用がある。チーフディレクターを務めた原圭一によると原作は古いもののため、そのままアニメにするのは難しいという思いがスタッフ内にあり、内容をかなり脚色したという。またテンポよく尖った演出をしようとしたため、 自分で苦手な部分を無理してやったのではないかと語っている。第1話ではサブタイトルにもある通り、ドラえもんがゲスト出演しているが、セリフが一切ない背景キャラクターとして、数秒間のみの出演であり、21エモンとも一切絡んでいない。なお、新番組予告では21エモンを視聴者に紹介する役割で、ドラえもんがセリフ付きで出演している。 第29話以降、エモンとモンガーゴンスケと3人による宇宙旅が始まり、第38話で一応の終わりを迎え、第39話は総集編と後日談的な内容になっている。この作品のメインスタッフは、エスパーアマビ、チンプイト本作まで長らく、藤子作品を手掛けていたが、これを機に演出の安藤敏彦と脚本スタッフ以外は、 東枠から月曜19時に移動した、クレヨン・しんちゃんへと移行し、ドラえもんシリーズを除いたテレビ朝日、新鋭動画による藤子 F 原作のテレビアニメは、本作で最終となっている。テレビシリーズ及び映画、21エモン、宇宙池、裸足のプリンセスは、当時の時代に合わせた、若干のリニューアルが加えられている。放送日時は1992年3月終了時点。 放送系列は放送当時のものとする。2003年より CS 放送のテレ朝チャンネルで新夜アニメシアターの1作品として全話再放送が開始され、2007年頃まで断続的に再放送がリピートで行われている。2005年にはテレビ朝日のアニメでお目覚め枠で1話から連続して再放送されたが同年12月に打ち切られた。 サイバーエージェントとテレビ朝日が運営しているインターネットテレビ局アベマ TV の家族アニメチャンネルにて2016年4月11日の本放送開始と同時に再放送を開始したがオープニングとエンディングは割愛されいきなり本編から放送している劇場版以外は長らく家庭用ビデオソフト発売はされていなかった2010年6月にローソンで企画された フジ子 F ・フジ尾キャラクターズフェアの一環として、ローソン店舗限定でビジョネアから販売された DVD マジック形態の DVD ビデオ、フジ子 F ・フジ尾アニメキャラクター大集合。第2巻に第17話が収録され初のソフト化となった。2010年9月にフジ子 F ・フジ尾ミュージアム開業記念企画として発売されたフジ子 F ・フジ尾 TV。 アニメアーカイブスシリーズのセレクション2と4に、それぞれ第14話、第35から36話が収録された。2011年8月5日に DVD ボックス、21エモンコンプリートボックスが発売された。放送から20年を経て、初の全話パッケージソフト化となる。21エモン宇宙へいらっしゃい。は、1981年8月1日に公開されたアニメ映画。 上映時間は92分。同時上映は、ドラえもん僕、桃太郎の何なのさ。解説映画ドラえもんの好評から制作された藤子、F、藤尾原作の21エモンの初アニメ作品。綴れ屋での騒動を描いた前半と、宇宙冒険に繰り出す後半で構成され、全体的に原作の流れをコンパクトにまとめた作品である。 ギャグタッチの物語が宇宙に飛び出すことで引き締まり、緊張感のある冒険物語に仕上がったことで、原作の持つ面白さがよく再現されている。本作はテレビアニメ化に対するパイロットフィルム的な意味合いも持たせてあったが、この時点では実現せず10年を要したため、独立した作品となった。平映のドラえもんとリンクする場面が1カット入っている。なお、 本作のエンドロール前に、今日は、ちょうど100年前にスペースシャトルが打ち上げられた記念日、というセリフが入ることから、作中の西歴は2077年、もしくは2081年と推測される。キャストスタッフ劇中歌映像ソフト化、21エモン宇宙池、裸足のプリンセスは、1992年3月7日に、公開されたアニメ映画、上映時間は39分。 同時上映は、ドラえもんのび太と雲の王国。解説テレビシリーズの2年後という設定の中編作品で、前半は、ローマの休日をモチーフにした物語展開が、後半は、モジャコーのアステロイドラリーをベースにした宇宙レース、銀ガラリーが繰り広げられる。アニメ作品としては、最初に DVD 化された。なお、ゲストヒロインであるファナがメインであることから、 本編のヒロインであるルナの出番は少ない。キャストメインキャラクターゲストキャラクタースタッフ映像ソフトが2012年10月3日から2013年8月27日まで、藤子 F、藤尾ミュージアムの F シアターで上映。綴れや再建を伸びたが立て直そうとするが、うまくいかず、結局ドラえもんの道具でうまくいくという流れは、後日の オンボロ旅館を建て直せとも共通点がある。キャスト、ドラえもんと共演したのはこの作品が初めてではなく何度か登場している。本作の登場人物は他の藤子作品及びアニメに出演したことがある。ドラえもんとの共演は、ドラえもんとの関連を参照。ゴンスケの実の登場に関してはゴンスケを参照。連載間もない。 週刊少年サンデー1968年2.3合併号で、藤子 F をはじめ、当時、少年サンデーに漫画を連載していた漫画家8名が、紅白に分かれ、赤組は、手塚治虫の、ドロロ、白組は、赤塚不二夫の、猛烈あ太郎の1ページパロディ漫画を発表する企画、紅白モノマネ漫画合戦で、藤子 F は、赤組で、ドロロのパロディを発表。 内容は百鬼丸とドロロが旅をしていると、そこへ妖怪が現れたので百鬼丸が襲いかかるが、妖怪は突然なき崩れ、そこへ21エモンがお客さん、こちらと登場。実は妖怪は宇宙人というオチであった。この作品は、藤子 F 藤尾大前週版、21エモン第一巻ラストの特集記事や、2013年3月発刊の 手塚治虫トレジャーボックスドロロに収録されている21エモン宇宙へいらっしゃいに関するカテゴリー21エモン宇宙池。裸足のプリンセスに関するカテゴリーありがとうございます